はい、こんにちは。すすきの2代目社長、おっちゃんねのお時間です。よろしくお願いします。北海道飲食業経営審議会という、会をですね、一緒にやらせてもらっている理事の山澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。この青チャンネルでは、すすきので飲食店を経営する2代目社長が、一応、すすきのの情報を発信していくチャンネルになってますんで、最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。見てくれた？見てますよ。いやいやいや。やべともチャンネルより見てますよ。いやいやいや、それも複雑、先輩なんですよ。あ、先輩。先輩なんです。はい。どっちも見てください。はい、はい、見てます。ありがとうございます。で、今日ですね、せっかくだったヤマピーさんとこういう感じでやりたいなと思ってるのが、すすきの周辺で100年愛される老舗の名店5店舗ご紹介でございます。よっよっ、いや、頼まれてないんですけどね、誰にも頼まれてないんだけど、せっかくなんで1店舗ずつご紹介していきたいと思います。おい、よろしくお願いします。すべてはお客様にすすきのを楽しんでもらうため、私たちは挑戦を続けていきます。これまでもこれからもすすきのとともに APR グループ。じゃあ今回ヤンピーさんの方でいろいろこう調べていただいて、こう結構いろんなリストが出たんですけど、まああらゆる業態の中でこう本当に長い店舗さんを我々が抜粋して5店舗ご紹介させていただく感じでやらせてください。わかりました。よろしくお願いします。まず1店舗目、おラーメンの業界から、トラヤ食堂さん。トラヤさん、僕はね、正直お恥ずかしながら行ったことがないっす。ウェブから調べた。はいはい、もちろん一回閉店してんすよ。お、そうなんだ。3代目がね、確か閉店してて。なるほど。で、4代目がついで最近また、はいはい、オープンしたっていうお店でして、横丁にあるんですよね、ラーメン横丁に。またできた。あ、ほんとだ。西山製麺さんを使っている。うわ、このやっぱね、札幌でラーメンやるんだったら西山さんですよ、我々ね、お三個が、うん、そう、基本をビシッと抑えてるから。これ何年経ちます、これ創業から。すごい、91年。創業91年。あれ何年だっけ。あ、我々46年目。ペペまだ半分ですよ。ダブルスコアじゃないですか。いやいやいや、頑張りますね。僕が生きてる間はいかないっすね。そう、ギリギリ。え、今いくつよ。37なんで、今年ギリいかないっすよね。届くか届かないかぐらいですね。いや、長生きしてほしいよね。いやいやいや、なんな、話変わる。そういう話じゃないのよ。これでもさ、どっかで行きたいよ。行きたい。これ行った方がいいっすね、青チャンネルで。うん、ちょっと行ってみよう。行きましょう。何ラーメンですかね、これ。味噌だね、最寄り駅すすきの。いいっすよね、このね、薄めの広いこうチャーシューがね。うん、確かに。あと、海苔がね、こうパリッとしててね。そして、こう、半熟卵。うん。最高じゃないですか。そうですね。ほとんどの人が味噌ラーメン食べてますね。いや、絶対けどこれ味噌だな。これ行ったことないんですか？ないの、恥ずかしいっすね。こんなにすすきのいるのに。全然恥ずかしい。すすきのの帝王だって。帝王言ってないよ。言ってない。言われてもないし、言ってもない。思ってもない。でもちょっと視察しないと。そうですね、うん。僕ラーメン大好きなんで、行ってみます。トラヤ食堂さん。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、トラヤ食堂さん、1店舗目。よっ、はい。おめでとうございます。ます何が、何の、誰の目線。いやいやいや。誰に対してかよくわかんない、ね。ラーメンパートでは、はい、ナンバーワン。ナンバーワン。っていう感じで、はい、多分もし違うこともあるかもしれないけど、コメント欄いただきたいですね。うん、今日うちの方が長えよみたいな、ね、長えよっていう店主さん、ぜひお願いします。はい、続きまして、居酒屋業界から。これはね、僕行ってましたよ。僕も行ったことあります。行きましょう。えぐいっすよね。創業98年。おお、第三もっきりセンター。すごい。昼飲みの聖地っすよね。そうそう、これ有名だよね。有名、有名。ってか、飲食業界の先輩とかが来たら、行ってますね、皆さん。行ってる行ってる。視察で北海道お越しいただいたら、そうそう、昼行くとことかやっぱないじゃないですか、ないないない、あんまり。やっぱさ、あそこにいるさ、お母さんたちがね、やっぱいいんですよ。ね。そして絶対瓶ビール。瓶ビールだね。ビールがね。そうなの。なんでさ、第三って言うんだろう。なんかありましたよね、その由来。で、まずね、テロップにここに出していただけると。これ歩いてすすきのからだと徒歩10分、そう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 、15分ぐらいかな。もうちょっとすすきのってわけではなくて、バスセンター前駅の方が多分近いですよね。そうそうそう。で、裏通りのところにね、そうやってるんですよ。でね、もう佇まいがかっこいい。そう。あとね、ちょっと改装したの知ってます？知ってます。でもさ、奥の座敷はさ、この98年のね、はいはい、歴史を感じさせるような座敷があって。あ、行ったことない、奥。マジっすか？ないないない。あそこのね、ハムカツとかね、あとね、なんだっけな。ハムエッグ。ハムエッグ、そう、うん。出てこなかった。そう、ハムエッグ。老舗感漂ってますもんね。これさ、あと、食べログ点数が 3.49 って。高い。高いのよ。高っ。なんかこう、本当にフラッて飲みに行く。うん、感じの人とかに合ってますよね。合ってる合ってる。カウンターもこの字ロの字みたいな感じですもんね。そうそうそう。一人で行けるやつ。ゼロ時会が一番いい。ここゼロ時会で行くんです。明るいうちからここで飲むが。そうそうそう。何時からオープン？これ。2時から。
あーやっぱり札幌ののんべいの聖地ってなってますね。ここは絶対行ってほしい店舗ですね。現金のみだ。逆にこういうところでなんか現金のみって安心する。日本酒とか瓶 ビール飲みながらこうクッと刺身とかあてを楽しんで、そうそうそう、そしてすすきのにこう出てくみたいな、そういうお店の使い方もありですね、いいんではないでしょうか。まあでも僕大体ここでペロッペロになります。いやいやいや、飲んじゃうんですよね。飲んじゃうんです、飲んじゃうんですよね。ということで居酒屋第三もっきりセンターぜひ行ってみてください。はい、じゃあ続きまして、はい、寿司業界から。お、寿司意外とね、もう こっからは3桁ですね、ヤマピーさん。すごい本当だ、100年愛されるですから。創業101年、うん、菊寿司さん、うん、予算もそんなに高くなくて大衆的なんですかね。あ、こういうとこ行かないとダメっすね。いや、そうっすよ。なんかすすきのに商売させてもらってるんだったら。大将お任せコース11,000円。おお、いけそう。ちなみにあのこの年世界では何あったか知ってます？お、何やったんですか？ちなみにディズニーが作られた。わお、ディズニーってそんな前からあるんですか？そうそうそう、関東大震災もあって。そうそうそう、そうなのよ。札幌市できた。あすごい歴史的なお店ですよ。店内29席、カウンター13席、うん、座敷も16席ある。インスタやってるよ、インスタ。え、100年企業なのに？誰も、でもね、まだ何も投稿ない。いや、よかった。よかった。これでめちゃくちゃなんかこう、映えてたら、ちょっと話変わる。ちょっとね。老舗であってほしい。ショート動画出したりとか、ね。そう。めちゃくちゃ使い方上手かったら、なんかちょっと、違和感がある。いや、違和感ね。うん、いや、すごいなってことだけど。あ、書いてますね、けどお店の PR。北海道一の老舗寿司屋、4代目の気さくな大将がお客様をいつも丁寧にお迎えします。書いてる。すごい行きたくなった、これ。これ行きましょうよ。これ行きましょうか、うん、けどやっぱり食べログが高い。そう、 3.57 だって。 3.5 超えるって結構すごいでしょ。難しい、難しいです。僕らもそこに向かってね、努力してますけど難しい。なかなか。どこが一番高い？どこなんだろう。エゾヤとか結構高いですやっぱり。エゾヤジンギスカンやってるんですけど、やっぱ影響する、影響するんじゃないですか。どうなんですか、 Google の点数と食べログの点数は結構意識的に見てますけどね。僕でもお店選べるときやっぱり2つ見ますよ。見ます、見る。ちなみにそれめっちゃ 2. 何ぼとかだって1回のやめるんですか？いや、僕ね最近は逆ですね。 2.2 のところ行ってみるとか。どうなんですか、仮説と。うまいとこ多いよ。そうそう、ま、2.2 の寿司屋さんとか行っていろんなこと書いてるわけですよ、うん、まあでもいいやつあえて言ってみると全然そんなことなくて普通にうまい。点数が全てではない。そう、人それぞれですから。ということで寿司業界からの菊寿司さん、ありがとうございます。おめでとうございます。これどんどんあれじゃない、年数増えてってない？増えてってます、増えてってます。あと2個いきます。このままいっちゃいます。ビアホール業界から。ビアホール業界言っちゃってる。ちょっと待って、言っちゃってる。そもそもビアホールってすすきのに何個あんのよって話ですよ。ビアホール業界から創業110年ライオンさんでございます。これは他の以外もありますもんね、ライオンさんって。今なんかさ、地下はさ焼肉やってましたよね。そうコロナ禍でね焼肉になったりしてたんですよ。場所ね、すすきの駅から徒歩3分。いいっすね。たぬき工事の多分これ2丁目っすかね、いつも。そう小道行くとき通るんで、メインはやっぱりこの美味しいね、うんうん、北海道といえば札幌クラシックさん、うん、それに合うようなこう北海道の郷土料理がテーマなお店さんですね。なるほどなるほど、うん、これ110年もやってるんだ。すごくない？すごい。第一次世界大戦だってこの年。いや、その情報もすごいけど。すごくね。いや、すごいな。札幌では何やったかっていうと、その2年前にあれですかね、ガス灯を灯るって書いてるんですよ。2年前にガス灯が灯ってんすか？そう、その2年後にこれを作る。その頃からあそこにあるってことですもんね、これ。場所変わらず多分。そうそうそう。いや、てかこれがあったからたぬき工事できたわけじゃないよね。いや、あ、可能性があるんじゃないの？ありえるかも。たぬき工事の歴史ってなんぼなんだろう。いや、待って。おい、それちょっと気になるよね。145年目だって。だからこれより古いんだよ。地元の方のランチもあるけど、観光のお客様もお昼とかやっぱ行ってる感じしますね。ラーメンサラダとかあるから観光の人もターゲットにしているような構成なんすね。まあまあそうっすね。でもちろんこのビールに合うソーセージとかすごい充実してる。ピザとかフィッシュアンチップスはもうもちろんある。こういうビアホール作ってみたいと思う。あ、そうなの。僕ね、すすきのエールってクラフトビール作ってるんですけど、こういうビアホールを作ってみたいの。いや、打ち合わせ通りだね。いやすごい、いや打ち合わせしてないすごいパス。ああ、いいパス。いや、ほんと恋ビアホールすすきのエールバージョンでできたらめちゃくちゃいいっすよね。だからあれでしょ、札幌ビールさんと敵対関係なんて。いや敵対や、ちょっと待ってくださいよ。見てくれてるかもしれないじゃないですか。ぜひね。どんな企業を相手に敵に回そうとしてるんですか。いや分かんないっすよね。ライオンさんで使われたよね。あ、確かに逆に ね
ススキのエールも扱っていいですかっていう展開とかめちゃくちゃ。てかね、三大ビアメーカー全部ビアホールやってるから、もうすごい全部入れて全部ピンク色にしてやるとか。ご当地ね。そうそうそう、いいっすか。いやー、みんなで北海道盛り上げようぜみたいな立て付けにして、うん、まあ、こっそりこっそりこうね、昇竜会としていくと、うん、怒られるわ。あ、そっか、怒られる。どうも、すいません。ありがとうございます。ちなみに、あの、今日撮影させていただいてる店舗もススキノに、うん、交差点の、うん、マクドナルドさんが、うんうん、あるビルの3階にある日の出本舗っていう居酒屋なんですけど、ここ老舗感出てるでしょ、うん、ここね、ここでさっき調べたら29年目でしたね。そう、1994年オープン。若者のすすきのの登竜門っていう、勝手にね、勝手に僕らが言ってるだけで、まあお客様のこのビールの飲み始めには使ってもらうことが多いんですよ。なるほど。はい、けども今の年齢になるとあんまりいらっしゃらないですよね、当然選択肢には入んない。あと30年したら第三モッキリっぽく、あ、なってる。リニューアルしてね、第三モッキリの奥の座敷みたいになってる。確かにね。そうするともう一回ね、昼飲みがここ出てきて、そうですね、そう、お母さんたちに働いてもらって、確かに味出てきますね。そういうブランディングもあり、ね、奥の座敷ね、ここ。そう、第三モッキリセンター、奥座敷、第三モッキリセンター勉強いきます、近々。ラスト、ラスト1店舗、いよいよ、ね、いよいよラスト。そば業界から、そう、丸木様、創業135年、そうそうそう、札幌最古の老舗そば屋、食べログ3.54、高いな、うん、カドレビル南に西に、たぬき工事方面とかになるんですかね。なるなるなる。すすきのから見ると昼からやってるよ。閉店やっぱ早っ、19時。コメントでね、うん、ジャズが流れる店内、いやすごくね、かっこいいよね、うん、こういうお店いいよね。いや僕もやりたいな、こういうので日本酒飲みながら、日本酒飲みながら、てかここか、ここか、分かった分かった、通ってる。あ、めっちゃ入っていく人多いです、ここ。あ、マジ？なんでこんな入ってくんだろうなと思ったけど、なんか納得した、今日聞いて。いや、こういうの知らないとさ、別になんかただ通り過ぎちゃうじゃん。あ、けど絶対行きます。いや、行きたい、行きたい、そこ。僕行って、あの、インスタとか載ってますね。うん、いや、行きましょうよ、楽しいね。楽しい、いや、てか勉強になった、ただ単純に僕が、うん、これね、他にもね、いっぱいあったんだよね。うんうん、今日抜粋ね、今日抜粋させてもらったんでね、ご紹介させていただくの。これしかもすすきので絞ってるからね。そう、すすきの周辺の、そう、もう歩いていける距離の場所にしたんで。ちなみに、ちなみに APR の一番古い店はどれ。あ、ありがとうございます。 APR の一番は月夜のたぬきです、今。あ、そうなんだ。今現存してるお店で言うと多分月夜のたぬきですね、うん。そうなんですね。はい、うちの会社、うん、まず一門線っていうお店から始めたんですよ。おお、あの焼き鳥なんですけど。はい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 、はい、その後の店名すごいっすね。2店舗目はモンキーハウス。おお、パセカムイ、ガンバラニャン、スイングダック、時代屋、アロイ。もうアロイってこれタイ語なんですけど、美味しいって意味で。ああ、多分タイ料理屋やったんですね。飲食店で一番古いのは月夜のたぬきが1993年。さっきと一緒で30年だから、トーコっていうクラブ、ママがいるようなホステスさんがいるクラブが1991年、だ30年以上、まあ、ちょっと途中閉めたりはしたんですけど、最近またこのコロナ禍でオープン再開したんで、ね、今ホームページ見てるんですけど、うん、いっぱいオープンしてたんだね。1年にね、2、3店舗やってたんでしょうね。濃いね。1年に1から3店舗オープンしてますね。え、何年生まれだ。私1987年。88年にじゃあ3つ M、ベティブルー、ウォール、ウォールがオープンしていると。そうそうそう。人に歴史あり、会社に歴史ありですよ。お店に歴史ありです。素晴らしい。老舗になりたいけどすぐはなれないですもんね。やっぱり。綺麗にまとめれる MC をするんだね。いやいや、いいんですよ、分析は。あ、そう。やめてください。そういう目で見ると照れるんで。あ、うん、だいぶオープニングも噛んで噛んで。はいはいはい、ごめんなさいごめんなさい、僕らとしては、なんかこの社の歴史を見ると、なんか1年にやっぱり1店舗、もしくは1事業、何かしらこう挑戦して僕らも、うん、歴史をね、そう、繋いでいきたいなと思ってるんで。今年は？今年は一応もう先週美容室のカットサロンをね、ちっちゃく個室型でオープンしたんで、今までカットサロンはやってなかったんで、それを今ちょっと仮説検証でやってみてます。びっくりしたね、うん、美容室行くかと思って。そう、非効率の追求こというね。いやいや、黒字化させたらいい話ですね。なるほど、うん、黒字化できるように頑張りますということで、本日はですね、すすきの周辺で、はい、こう100年愛される老舗企業、うん、老舗店舗さんを
ご紹介していきました。今度スナックやろ。お、スナックバージョン。スナックバージョンやろ。スナックはけど相当むずいんじゃないですか。ママに依存業態だから。あの相関マップ作ろう。このママからあの派生ってなったけど、このママとこのママが喧嘩して仲違いしたから新しいのができた。それあるみたいですね。え、そう、仲違いあるの？仲違いは知らないです。ただここでいた人が独立して、そうそうそう。そのどこ何系みたいな。何系ラーメンみたいな。いいっすね、いいっすね、やりたいです、ね。次の企画も決まりましたということで。本日も青チャンネルを見ていただきありがとうございました。最後に一言、ヤンピーさんが視聴者の皆さんなんか真面目な MC になると噛み出すなってことが一個分かったんでありがとうございました。いいの。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、ということで、今週もありがとうございます。また会いましょう。思うかやばい、入れてきた。先輩のチャンネル。思うかチャンネルも概要欄に概要欄入れてきます。それと喜ぶんで。よろしくお願いします。